2021夏の甲子園ここに注目第6弾いよいよ来ました。来ました。私広島県出身でございますので、はい、今回緊張です。中四国編ということで。中四国編来ました。来ましたね。出てるのかな今年こそ。福山選手館高校、福山選手館高校は2回戦敗退と。残念ながら2回戦で負けた相手が優勝したんじゃないの。半端に次の次とかで次負けてほしかったね。ちょっと厳しいこと言います、はい、中四国押したいんですが、かなり厳しい戦いになるんじゃないかなと。あ、そうですか。吉子くんなんて注目校は今年ありますけどね。現状、はい、今日の段階では広島県まだ決まってませんが、まだ決まってないのか、はい、おそらくやっぱり新庄高校になるんじゃないかなと。ほう、広島新庄。ということで、うん、新庄高校を紹介させてください。ほう、はい、選抜も出ました。はい、はい、2枚看板です。うん、今日変わるんじゃないですかね。あ、意外と選抜、新庄のなんか右ピッチャーの方が良かったって記憶ない。新庄よく良かったよ、うんうん、毎年ね、いいピッチャー作ってくるからね、うん、でこれで花田投手っていうのが番組1番組、うん、はいはい、3年生、182cm、75kg、はい、右投げ左でバッティングもいいんですけど、うん、はいはい、一応5球団を打ちさせていただきます。マックスが146kg、うん、しっかり出てます、うん、右投げ左で新庄ってなんか違和感覚えない。いや、新庄はダメよ、右投げさせて。そうだよね、左さ、この間も挙げたけど、堀投手とか、それから田口さんとかね、左を育ってくるんだけど、まあ、珍しい右のエース。ほう、投げ変えさせなかったんだね、監督は。下手したら茂野五郎を逆茂野の可能性がある。左壊してて、もうどうしようもなかったと。阪神の、まあ、秋山投手みたいな感じで、もいいテンポでガンガンして、うん、はいはい、もうコントロールですね。もう一枚いまして、はい、秋山投手、はい、170cm、65kg、うん、左ですね、うん、これじゃサウスポー。サウスポーだね。本当に新庄のサウスポー。はいはいはい。試合作ってる。新庄のサウスポーいいかな。138kg ですね。はいはいはい。140超えてないけども、うん、もうキレとか、うん、とか、そういったポイント。うん、アンダー15の日本代表。すごいね。それは3年生のこの右左っていうのが、2枚看板で、あった。かなり調子は悪いらしい。予選の見てる、あ、結構苦戦してる、点取られてる。それでも分かってきてる。あ、だけど決勝戦までは行ってるんですけどね。だからもし仮に出たら甲子園までにどれだけその戻せるか、うん、ポテンシャルはすごい2人なんです。うん、はいはい、そこが肝になってくるのと、うん、得点力がちょっと、うん、あそこまで、うん、あ、じゃあ接戦勝ち上がってきてる感じ。そうなんですね。いや、その得点力だね。選抜も2回戦で智弁学園に2対5で負けて、はいはい、春季の中国大会、創志学園、岡山だったんですけどね、うんうん、0対7で。あ、なるほど。だから、まあ、この2人がいかに復調するかっていうところが甲子園のね、注目だね。接戦に持っていけるかって感じだね。はいはいはい、うん、あ、島根、島根、ちょっと押したいところあるんですよ。注目ないですか。まあね、と言ったら俺、野々村監督だ。野々村監督だ。野々村監督だ。海星高校、ね。海星高校。違うんですよ。岩見智翠館高校。ああ、最近出るな。そうそうそう。うん、ここね、ピッチャーが、よしこちゃん。あ、よしこちゃん、うん、出た。山崎投手。185cm、80kg。得体です。得体だな。得体だなって言ったもん。まあ、来るなと思って。右投げで149kg。ああ、はいはい。もいいですね。いいね、いいよ。4試合投げて、うん、23回無失点。素晴らしい。決勝戦、ノーヒットノーラン。すごいね、持ってるね。すごいですね。持ってるね、それは。予選松坂したね。予選松坂だね。予選松坂。予選松坂平安高校だね。そう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 。なんだけど、まあ調子はいいんだけど、10月に右肩の炎症発症してるみたいで、あ、怪我がどうなのかな。でも見てる感じ復活してそうだけど、はいはい、そういう怪我はしたらしい、10月。なるほどね、はいはい。まあまあ炎症ぐらいだったら。このピッチャーとしてのスキルすごいんですけど、うん、ちょっと小話がありまして、監督がね、うん、決勝、うん、迎えるにあたって、うん、これ山崎投手、今日が覚醒する日だよっ
ていう話をしたらしいと、エヴァンゲリオンの可能性がありますね。その方がいい？その方がいい？いや、エヴァンゲリオンでも今日が覚醒する日だよっていうシーンはないよ。なんか勝手に覚醒するんだから。ゲンドウが初号機に語りかけるシーンなかった。こんな感じで今日が覚醒する日だよ。ないよ。で、ノルトノラしてたからね。いや、まあまあ、覚醒しちゃったの。いや、山崎投手、いやでもすごい甲子園でもどんだけ投げれんのっていう感じね。そうだね、1枚か、だからそうだね、これ1枚球数制限も当然今回もありますんで、1週間で何球とかだってなると思うんですけど、まあ、そこら辺の組み合わせですね、うん、あとはだから、いかに覚醒できるかっていうのがあの舞台でもう覚醒したんでしょ、だって覚醒した。覚醒するとね、サードインパクト起こる可能性あるのよ。いや、それが甲子園のうちあるぜ。あるサードインパクト。いや、甲子園松坂もあるかもしれない。ああ、そうですね。3つ目です、ね。はい。最後でございます。はい。倉敷勝負。おお、岡山。岡山。これね、ゆかりあるんですよ、僕。ほう。サラリーマン時代、倉敷に配属されてたんですけど、おはいはい、僕は夜あの、ランニングしてたんですけど、そのランニングコースにぶら下がったんですよ。おめっちゃ練習してたわ。あ、そう。だからね、個人的にすごく困ってた。あははは。なんかね、ほんとね、ど真ん中ではないけど、駅からも近い位置にあって、はいはい、練習試合とかしてたな。練習量やっぱすごかった。練習量すごかったよ。そう、汚れてくるもんな、甲子園。出てた、うん。あと、ピッチャーね、パッピッチャー。この長野投手、172cm、62kg。左投げてるし、サウスポーがちょっと結構なんか、140kg、はいはい、スライダーカーブ、スクリューなんですよ。おー、出た。なかなかバッター、初見はそうだね、コントロールされてたらってことでね、高校野球でスクリューってあんまり、まあ今年だと巨人の高橋投手なんかもスクリューな、うん、いや、あれは今だトレンドっちゃトレンドになってくるかもしれないですね。左のな、意外と投げるって人いないから。だから左バッターだったら膝元、そう、右バッターだったら逃げるから、その辺もね、どれぐらいの精度で投げるのかっていう。そうだね、精度は大事かもしれない。実績もあるんだよね。だ去年その記念大会で甲子園出てるんですけど、うん、仙台育英とやったんだよね。おお、強いよ。でそこで6回4安打無失点7奪三振、うん、しっかり甲子園の舞台も含めてる。そういうことね。で、まあ、これも小話なんですけど、その体重50キロあったんだよ、入学時。いや、去年。いや、ね、それがなんかご飯を2杯食べてどれだけ増量してるのか。62キロまでいってんだよ。10キロ以上増やしてる。あ、増やしてんだ。だからその馬力も上がってるから。そうね、最初の50キロだったらそっか62も増やしてる方だな。パパ全然なんか浮いてたりしてる。浮いて椎茸がいない。なさいよ、椎茸くん。そう、最初に言ったけど、中国ちょっと厳しいかっていうのはバッティングが上がってこないんで、情報が、情報が。なのでさっき挙げたピッチャーがどれだけ踏ん張るかってとこなんかな。そうだね、うん、ちょっと近畿戦に比べると、うん、あの推しのバッターが、まあ、ちょっと、はい、はっきりね、あの動画の尺に現れてます。そうですね。中国はまあ以上の3校でございました、はい、四国、はい、ちょっと厳しいですが1校だけなのかな。はい、推しは、はい、個人的にですよ、はい、明徳義塾、はい、高知県代表、森木投手、今年の来日、でなんじゃないかという投手を破って勢いがありありだと。すごいよ、素晴らしいですね、うんうん、普通行くんだから、そういうピッチャーがいるところが。そうなんだよね、そこ倒したっていうところ、うん、注目選手、はい、なんかどういうか留年してるのかな、マムチ君っていう人がいるらしくて、何年ってかかるんですけど、甲子園で51勝してる。で、打球を直せるんですよ。いや、それは初耳だけど。それは初耳だけど、マムチ打球でちょっと、ね、くんじゃないのよ。え、くんじゃないよ、3、それもう3、マムチ3、マムチさん、うん、いないでしょ、50勝できる高校3年間で。あ、そうなの。いないのよ、監督だから。それ、あ、指導者の方、指導者の
馬淵監督知らなかったら絶対甲子園語っちゃダメだよ。あ、そうなの、うん、あ、なんかね、確かになんかこれ 学生がやる行為じゃないよなと思ったんだけど、ね、春大でね、高知高校ってやってるのよ、春の大会で、はい、でその試合後に森木くんに、ああ、秋の方がボール行ってた気がするなって言ったらしい。あ、揺さぶり、揺さぶりがうわ、まあ、そんなことやってたらしい、歯抜きおやじだなで、ここにもあって、選抜前、選抜ね、決まって、選抜だったんだけど、はい、うん、選抜前に岡山学芸館っていう、まあ、結構強いところなんですけど、うん、と練習試合組んでたんだけど、急遽中止にしたと、うん、っていうのも、その1回戦で仙台育英ともう決まったの、うんうん、あの選抜でね、うん、でそこの OB で、仙台育英の OB で、かつその仙台育英の監督やってた人と同級生なんだって、学芸館の監督が、うんうん、ああ、なるほどね。だから情報漏れるのを嫌ってか急遽中止になったんじゃないかみたいな、そういう話。ありえる、ありえる。いや、とにかく選手もすごいんだけど、ここに関しては監督でしょ、うん、本当に初戦の初戦突破率ちょっと弾き出してないけど、最近ね、ちょっとね、負けてるけど、ずっと勝ってたから、ね、ずっと、絶対初戦は勝つからね。そうそうそう、あの何が起こるか分かんない甲子園で初戦取るってすごいんだよ。もうこれはやっぱり注目選手です。まあ注目選手監督なだけど、今、まあ、そのね、テンションも、まあ、もちろんいいです。今年ね、そういうことなんか、今年もですけどね、うん、エースの白木投手、185cm 81kg、うん、みたいですね。左投げ左打ち、うん、143kg、うん、こちらも5球団、はいはい、うん、3試合登板して奪三振率 8.41、うん、まあ、で四死球 3.10 と、うん、まあ、試合は作れる、うんうん、選抜もね、なんか、ああ、いいピッチャーだな、うん、そう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 、防御率がね、4.43、 ピリッとはしてないのかも。まあ、なんとも言えない。絶対的な球はないのかもしれないけど、うん、スターとか名門、高知商業もとかも強かったわけだよね。そうだね、そうそうそう、うん、それもね、あああって、準決勝の高知商業戦で3回11被安打8失点で、それと通常とし、なるほどなるほど、なんだけど、うん、決勝の高知高校、それを森木投手と投げ合った場合、うんうん、時は9回5本ヒット食らったけど3失点、うん、しっかり我慢してる、そこ修正してるってことだよね。そういうことだね、準決勝と決勝じゃないか、それが大事。やっぱり強いピッチャーっていうか、しっかり試合つけるピッチャーなんじゃないかな。強いんじゃない、ね、高知商業のピッチャーはいいって聞いてたよ、うん、今年。そうそう、高知商業強かった。それ8点取られて取り返してるわけでしょ。そう、打線も、そうだね。そう、でも、そうそう、これもね、打線がいまいちなんじゃないかなと思うんだけど、うん、まあそうだね、そういう勝ち方もしてんだよね、準決勝で。乱打線になってるから、うん。ちょっとこの辺も。でかつね、この白木投手っていうのは馬淵さんの指導を受けたいっていうことで面倒見に入ったりするから、だから、まあ、白木投手がどれだけかっちりやれるかっていうところで、打線もそういうことだね、うん、どれだけ援護できるか。ドラマチックチームではありますよ。そうだね、ドラマティックチームではあるんだよね、うん、だから、まあ、四国でいうとまあ、うん、明徳だから感じてございます。はいはい、中四国ね、中四国、うん、ちょっと分かんないですけど、うん、応援します。台風の目、はい、なるの目なる可能性ありますね、はい、ではすいません、以上でございます、今回もご視聴ありがとうございました。あっという戻ってまいりました。またお会いしましょう。次回9周年かな。